皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は日記の動画です。今日2月12日は静岡県の私立高校の合格発表の日でした。おかげさまでうちの塾生全員合格しました。今回は嘆願者の数だけで定員を超えている学校、こういう学校を受ける生徒がいたのでちょっと不安があったんですけれど、無事に希望するコースに合格しました。とても嬉しいです。今静岡県では私立高校を嘆願で受験する中学生が増えています。これなぜかというと、私立高校では学校の特色をはっきりと打ち出して、その魅力を保護者や中学生に上手にアピールできている、こういう学校が増えているからです、ね、うちの学校にはこういうコースがありますよと。ここではこんなことをやっています。新しくこういうコースを作りました。こういう、子どもたちを育てたいです、ね、まあ、留学ができますよというのもありますよね。そういう魅力を上手に発信してるんですね。それは場所として一日体験入学の時とか、学校へ行っての説明会とか、ね、塾に対してとか、そういうものも含めて、または年に数回保護者とか中学生を集めてイベントをやっている学校もあります。こういう学校が人気が出てきて生徒を集めているわけです。大学の付属の高校、ここでは特にですね、大学進学が有利だよと、これを強調する傾向があるんですね。うちは付属高校だからそのまま大学に行けますよと、楽に大学に行きますよと、ね、そうするとなんとなく、あ、なんか苦労しないで進学できるってイメージを持っちゃう子がいるんですけれど、ちょっと、これは問題だと思っています。確かに付属高校ですからそのまま上の大学行くとすればね、確かに他の高校から受験するよりは合格しやすいです。でも付属じゃない大学受ける場合はそれほどね、他の高校から受けるのと変わりませんよね。これを考えた場合ね、やっぱり付属だからって選ぶんだったら、その付属の大学に行くかどうか、これを基準に選んでほしいと思います。そうじゃなくて、ただ大学進学が有利だからで行く子がかなりの割合いるみたいです。そんな中で、高校間のレベル差が広がっています、ね、他に受験する学校がないから、この受験を、あ、ここを受験すると、こうやって選ばれる学校もあるんですね。で、個性を持てない学校、これはやはり人気がない。個性がある学校、魅力のある学校はね、定員を超えて生徒が入ってくるので、受験に必要な内申点、これを年々ね上げてくるんですよ。去年は内申点いくつだったんですけれど、今年はここのコースはちょっと上げて、これ以上の内申点の人、これが受けるようにしてくださいと、このコースね、また今年ちょっと上がりますと言って、どん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 内申点の数値を上げています。当然受験する生徒で内申点が足りなければ受験できないので、レベルも上がってきますよね。それに対して魅力のない学校は生徒が集まらないから、いや、これだけの点でもうちは受験できますよ、ね、いや、この点少ないんですけど大丈夫、受験させてくださいと、こうなってくると、やはり人気のある学校の内申点上がって、いい生徒が集まる。いい生徒が集まるから、いい授業ができて、レベルの高い授業ができて、大学へ進学できると。反対は、集まらないから内申点を下げてくる。そうすると、レベルの高い子が集まらないと。で、定員も割れてしまうと、ね。で、学校間の学力のレベルの格差が生まれていくんですね。静岡県の今の私立高校、これが実際の状況だと私は感じています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。